早速だが、Jフォースについて説明する。ナビゲーター、頼んだ。はい。Jフォースは戦略的観点から大きく3つのチームに分かれています。ヴェノムズの進行拡大を防ぐアルファチーム。ヴェノムズに占領されたエリアの奪還を担うベータチーム。敵地への潜入、偵察などの諜報活動を得意とするガンマチームの3つです。メンバー管理の都合上、君にもこのどれかに所属してもらう。堅苦しく考える必要はない。実際の作戦ではメンバーの適性や状況に合わせて柔軟に運用される。まずは J フォースの全容を知る意味でも各チームを見学してから選ぶといい。ちなみに所属することでそのチームメンバーの技を習得することができる。チームを選ぶときの参考にしてくれ。よく来たな、新入り。ガンマチームのリーダー、ナルトさんです。俺のことはナルト隊長と呼ぶように。ご機嫌ですね、ナルトさん。ああ、やる気があるのはいいことだ。空回りしなければですけどね。厳しいな、トランクスは。聞こえてるってばよ。ナルトいじりはその辺にしなさいな。俺たちのリーダーなんだ。ほら、サスケ、お前もこっちに来て挨拶しろよ。うちはサスケだ。相変わらずですね、サスケさんは。なんだか誰かに似ているような。どうですか、俺たちガンマチームの印象は。こんな感じですが、ガンマチームは敵地への潜入や偵察などを得意としているんです。気に入ってくれたらぜひ俺たちのチームへ。よく来たな。ベータチームのリーダー、ルフィさんです。お前海賊になりたいのか。だったら俺たちのチームに入れよ。うちのチームはサンジがいるから飯がうめえぞ。わらわはルフィがいればそれだけでいい。こんな感じのチームでもよけりゃ入ればいいぜ。まあ好きにしな。Well, there's Luffy. Now, lastly, we're going to be talking to Goku. The thing is, I don't even know where Goku is. So we're going to look for Goku, and hopefully we'll be able to check it out. よく来たな。アルファチームのリーダー、孫悟空さんです。お前が噂の新入りか。なかなかの面構えじゃねえか。どれほどの実力か試してみるか。やめとけゾロ、まだ新入りだぞ。騒がしい、よそでやってくれ。まったくどいつもこいつも。こんな連中ばかりだが、それでもよければ俺たちのチームに入るか。So we're going to join the team now. I am going to pick Alpha. I don't know why, don't ask me, but we're going with Alpha. よし、そんじゃオラが一応来ていてやっか。平気か、ソン。こう言ってはなんだが、人に物を教えるのが得意とは思えんが。そっか。まあ、オラでもなんとかなったろ。心配だ。そんじゃ、一緒に来い。
修行すんぞ。この場所はトレーニングルームです。 J-FORCE のメンバーはもちろん、これまでに戦ったベノムズの情報をもとに構築されたアバターを使用し、シミュレーションによる模擬戦闘が可能です。まあ要するに今までに戦ったやつらなら誰とでももう一遍戦えるっちゅわけだ。でも模擬戦闘はまた後だ。今オラとの実戦だ。さあかかってこい。おめえ強えな。これからおめえはオラたちの仲間だ。いいだろみんな。ま、当然だろう。これからよろしくな。アルファチームに登録します。
コズミックキューブの力を使いこなしているようで何よりだ。早速だが、チームのメンバーと共にミッションに臨んでもらう。期待しているぞ。Oh scrap! We actually get to pick, you know, I guess our second and third. Oh, Boruto! You got Kakashi, Gaara, wow, Sasuke. Hey, wait a minute. This is Sasuke. This is regular Naruto. This is advanced Sasuke, right? He got his Rinnegan already. And you got Luffy, Boa. Oh my gosh. Alright, so I like my Goku. And I'm gonna put Naruto in there, even though. Damn!
Alright, now that the battle ended, I gotta say that Kurama looks really, really cool. What happened? ナメック星から救援要請が届いています。ベノムズの襲撃です。なんだと？あいつらしつけえな。なお、そこでベジータの姿も確認されています。え、父さんが？父さん？ベジータってトランクスの父ちゃんなのか？はい。ベジータがベノムズに加担したとなれば、ジェイフォースは総力を挙げて対する必要がある。待ってくれ。ベジータは昔は悪いやつだったけど、今は違う。ベノムズの仲間になんてもっきねえさ。俺もそう思います、ナルトさん。俺もアルファチームに同行していいですか？もちろん、行ってこいってばよ。はい。話は決まったようだ。ならばすぐにでも出発してくれ。君も同行しろ。よし、そんじゃ出発だ。転送完了しました。父さん。ピクロ、ベノムズは任せた。うん。トランクスとおめえはオラと来い。3人でベジータのとこ行くぞ。はい。行け。オラたちの邪魔すんな。まるで聞こえていない。何言っても無駄のようだな。トランプス、やるしかねえぞ。あ、はい。仕上がれ。だ、ふん、いや、ふっ、
やったぞ。見てください。父さん、コズミックキューブ、なんてまがまがしい気を放っているんだ。ナビゲーターにコズミックキューブの回収を指示してください。了解しました。回収シークエンスを起動します。よかった、父さん、賞金に戻ったんですね。長官、聞こえますか？終わったか？父さんが悪の道に戻ってしまったのではないかと気が気でなかったですが、キューブは回収しました。おい、これはどういうことだ？俺にも分かるように説明しろ。それは私から説明する。君を操っていたのはコズミックキューブだ。キューブの力はそれを宿した本人の意思によって善悪どちらに転ずるか決まると考えられていた。君が善の意思によってベノムズではなく我々の仲間ジェイフォースの一員となったように。だがキューブの利用方法は他にもあったようだ。何者かの強い意志、その悪意にあらかじめ侵されたキューブによって本人の意思に関係なくそのものを操る力。やはりベノムズの背後には何者かが暗躍していると考えていいだろう。くそ、誰なんだ俺を操っていた奴というのは。それについては現在調査を進めている。おい貴様ら、俺もそのジェフォースとやらに入れろ。戦いに参加させてもらうと、この借りは必ず返す。そう、報告ご苦労様。案外頼りにならないのね、惑星ベジータの王子とやら。でも負けてしまったものはしょうがないわ。撤退しましょう。あれは、あの女、一体。諸君、ご苦労。君たちの活躍でナメック星は救われた。ベジータを救出できたことは我らにとって大きな前進だ。人を操るコズミックキューブの存在が明らかになり、キューブにはまだ我々が知らない力が隠されていることが分かった。うん、一応礼を言っておく。諸君、戦いはこれからだ。現実世界、そしてジャンプ世界に平和を取り戻すため、引き続きベノムズの討伐とコズミックキューブの回収、そしてこれからは操られた仲間の救出、その3つが我らの使命となる。